ここは海賊がうじゃうじゃ来る世界。倒しまくって、いかだを広げよう。ごきげんよう、これです。なんだ？え？海賊が来たぞー。やばい、こっちのいかだにやってきた。うてうてー、おー全滅。ということで今日はラストヒーローやっていこうと思います。あ、なんか、海賊のイカダもバラバラになったね。あ、この素材拾えるのか。お、潜って拾いに行こう。いいね。ってことは、この拾ったの自分のところに使えるんじゃない？ここに使ってと、おーイカダ広がったね。どんどん広げて、でかいイカダの国作ってか。お、海賊やってきたね。イカダ付きだ。その素材しっかりもらっとこう。まずは海賊を倒して、オッケー。で、この素材を、ひょー、いいね。拾ってどう？よし、結構取れたね。それじゃあ、まずここで、あ、壊れた部分、直せたね。オッケー、ドア直った。じゃあ、こっちの方も広げていくか。お、いいね。広々してきた。あれ、誰かやってきたぞ。友達が生まれた。あ、なんか、武器の強化できたね。さあ、やってくか。夜になると、海賊がやってくるのか。待って、両方から来てんじゃない？まずはこっち方向倒しておけ。これ武器の威力上がってるね。倒しやすくなってる。オッケー、余裕。さあ、これ、イカダ、サバイバル生活も4日目か。しっかり拾っとこう。さあ、反対側もよいしょっと。さあ、これ結構木材集まってきたね。じゃあ、ここに使ってみるか。お、2階も出来上がったね。あ、いいね。新しい人も生まれたし。これなんだ？あ、コインが足りないね。で、こっちは、あ、武器。でも鍵ついてる。ちょっとまだまだやり込む必要があるみたいだ。さあ、どっから来る？そっちか。やばい、反対側も来たか。下からうじゃうじゃ来たぞー。挟まれてるー。やばい、こっちに移動しよう。ギリギリ体力1残ってる。3回食らうと負けか。来た来た、よいしょ、降りて、戻ってくるのか。賢いな、海賊たち。でも、海賊図のくせに、何も武器持ってないな。余裕で倒しちゃったよ。じゃあ、素材を拾ってと。で、ここに使って、お、さらに広がったね。さあ、海賊の時間がやってきたか。いや、いい。イカダに乗ってやってきたね。その素材は全部もらっとくよ。おっと、来たか。さあ、来るの、やばい。挟まれてる。この隙間から、オッケー、くぐれたね。で、待って、こっちやばいんじゃない？また挟まれてる。わー。ギリギリ避けれたぞ。よし、まだ一発も食らってない。さあ、こっちに来るんだ。間抜けだな、海賊たち。よいしょっと。さあ、この日も生き延びたか。いや、これ何日生き延びれるかな。あ、魚とかも取れるね。魚取るとコインになるのか。よし、コインもね。これ、何かに使うと思うからね。しっかり取ってくよ。オッケー。え、これはなんだ？あ、なんか肉がついたね。これ、海賊たちをおびき寄せる肉なのかな。ちょっと溜まったコインで、これ、使っていこう。あ！友達が生まれた！戦ってくれる友達なのかな？よし、よろしくね。さあ、友達の強さどうなんだ？お、いいね。うわぁ、大丈夫か？友達、逃げるんだ！ま、待って待って。やばい！友達、助けてくれー！わぁ！友達は狙われないのか。チャンネル登録、高評価、よろしくね、ちゃん。今度こそ生き延びるぞ。さ、撃てー。いや、敵もどんどん強くなってきてるよね。よし、上上がって。で、やばい。これも挟まりそうだな。めっちゃ来たー。この隙間をくぐる。オッケー。で、これやばいぞ。また挟まれる。うおーおー、食らいながらこっちに進む。やばい。これ以上横に移動できないのか。うわー、ギリギリ。危なかったね。いや、海賊素手でやってくるけど、あんな来るのは強すぎるよね。ドアのアップグレードとかもあるのか。とりあえずここ買ってみよう。さあ、これで、お、
新しい何かがついたね。え、なんだこれ。まあ、とりあえず始めるか。さあ、7日目の夜。じゃあ何日生き延び入れるかな。さあ、やっぱどんどん数増えてきてるね。なんか燃えてる。そういうトラップなのか。なんかサメもやってきたぞ。逃げろ逃げろとりあえず。ずるいな友達。全然狙われてないし。でもいいよ、ゆっくり下がりながら、下からもやってきそうだね。これもいけるかな、全部。やばい、数が多い。よっしゃ、あとちょっと。帽子かぶったのが結構体力高いね。よし、ここ直しとくか。これトラップだったんだね。新しいトラップ設置してみるか。よし、これだね。ここにじゃあドアのアップグレードして、始めよう。いや、このイカダも結構防御力上がってきたね。お、いいねいいね。ここのドア硬くなってる。来たぞー、後ろからー。すごい群れでやってきた。よし、下がりながら、トラップ発動。燃えてる燃えてる。イカダを燃やすトラップなの？イカダ大丈夫だよね。下木だけど。よいしょっと、いいよ。あの肉はね、サメが来るトラップだったね。で、この緑のやつはなんだ？はめてみるか。はまるか？来た来た。あ、スライムで動きが遅くなるトラップだったか。いいね、トラップだらけになってきた。じゃあ、ここのドアをアップグレードして、コインも溜まってきたから、新しい人増えたね。二人目の友達。ドナルドよろしくな。さあ、みんなで、なんとか生き残ろう。行け、ドナルド。いいぞ。ドナルド逃げるんだ。あ、友達は大丈夫か。おー、サメ来たー。よし、こっちにとりあえずおびき寄せて。いいよ。お、いいね。燃えてる燃えてる。このゲームの攻略分かってきたぞ。この辺ぐるぐる回れば、絶対食らわない。よーし、でも硬いな、海賊。硬くなってきてるし。オッケー、全滅かー。さあ、これ。次。10日目だね。いやー、次なんかボスやってきそうだな、このドクロマーク。待って。ドクロマークの次の日が、ボスなのかな。まあ、とりあえず生き残ろう、ここも。さあ、始めるか。肉二つになったね。さあ、海賊たち、サメに食われるんだ。よし、来た来た。おびき寄せて、後ろが来たー。うおー、逃げろ逃げろ。上からも侵入してくるようになったね。どうやって来てんだ、上のやつは。よし、でもとりあえずここおびき寄せて。いよいよ、この流れ。で、こっちまでやってきたらまた上登る。よし、この日も生き延びたか。これ、次だよね、ボス。ちょっとこれ、めちゃくちゃ強化していかないと。まずはこの辺を直していってと。さあ、始めるか。どんな海賊がやってくるんだ？頼むから黒ひげだけはやめてくれ。さあ、いいぞー。とにかくめっちゃ来るってことか。うわ、上からも来た。あ、でもいいよ。うおー。サメが結構、海賊減らしてくれた。サメ強いな。さあ、この辺でも、海賊の丸焼きになるんだ。いよいよー、うじょー、避けて。これも余裕だね。てか、ここでボス来るかと思ったけど。ボス、あれがボスか？おー、でも余裕で倒したー。よし、生き延びたかー。さあ、魚たちも取るか。タコはいないか。これタコか。いや、違うね。じゃあ、ここ買ってと。お、3階ができたね。ってことは、ここは、あ、反対側の部分ね。いいねね。巨大化してきたな、このイカだ。あ、しかも、ここ回復の人だ。ちょっとこれやっとこうかな。あ、体力を2レベルアップ。スピード2レベルアップ。オッケー、体力5個になったね。これもやられることは一生ないんじゃないか。ここにいる友達のみんな、あとドナルドを守りきる。さあ行け、ドナルド、ドナルドー。よいしょー、サメ。いいね、サメの仲間だ。さあ、そっちからも来るのか。
いや、めちゃくちゃ来るな。どうやって来てんだ、その3階から来るなんて。後ろからも来た。やばいやばい。よし、一旦戻って、とんでもない数になってる。集まりすぎでしょう。よいしょ、ここで燃えるんだ。いいねー。やばい、そっちからも来たか。よいしょ、避けて。ほい。急いで行けばね、なんとか敵に触らず避けれるね。よいしょっと、うおー。まだこんないたのか。でもあとちょっと、これが、タコボンド海賊団の力だ。さあ、じゃ、あれ、木材はそっちか。とりあえず直していって、あれ、てかこの武器、あ、これゲットできるね。おー、来たー、新しい武器。これ強化もできるんじゃないか。レベル上げまくっとこう。じゃあ、イカダのスペースも広げて。おー、これもう4階?高くなってきた。4階まであるなんて。緊急脱出の場所もしっかりあるし。さあ、来たか。うおー、そっちかも来る。海賊の数増えてきてる。よし。ここまでおびき寄せ、そっちかも来たか。これは緊急脱出。オッケー。いいね。これもうまく使ってやってこう。うわ、どんだけ来てんだ?いや、でもこの武器、強くないか?いいね、いいね、新武器。反動でひるませたりもしてるね。めっちゃ集まってきた、ここ。おいよいよ、倒して倒して。さあ、こっちだ。さあ、海賊たちをすべて倒して、海賊王にタコボンドはなる。あとちょっと、OK! これが海賊王の力。開催金の海賊王はね、銃使うんだよね。てかもう買う場所とかないよね。これもう完璧に、イカダ完成しました。4階建てだね。こんな巨大なイカダがあったら住んでみたいな。海賊が侵入してきても、もうすぐ倒しちゃうからね。いや、いいねいいね。てかなんで海賊たちはこんなやってくるんだ?ここには宝なんてないのに。上からも横からも来たか。やばい、これは緊急脱出。あれ、待って、緊急脱出できない。はい、オッケー、それではみんな、じゃあねー。